私たちはアミンチュを応援しています。知ったかぶり買いつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶一行脚。今年はゴミを拾いながら琵琶湖一周歩きます。さて今回の放送はここからだもん。トロ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 。はいはい、キラリン滋賀の久保です。あれ久保ちゃんやん。この日はキラリン滋賀から久保アナが応援に来てくれました。あ、これあ、はい、ちょっとおっさんがそう歩くのを私もちょっとでも助けようと思ってちょっと拾ってきました。あ、もう拾ってくれてんの。ありがとうございます。ちゅうことはわしらのこのゴミ拾いにゴミットメントしてくれてること。ゴミットメントしましたよ。してるんやな。してますよ。頑張っていくで。頑張れ。ゴミ拾いの準備はいきましょう。いかいか。それでは一緒にいざ出発。あれやな、久保ちゃんいてくれるからゴミ拾いもはかどるな。本当ですか。ほんまほんま。隣に見える気になる物体。これな、横にこれ立ってんの、これなんやろな。久保ちゃんなんやと思う。この形、うん、これあれじゃないですか、うん、休憩所作られるんじゃないですか。休憩所？おっさんの。あ、そういうパターンね。あれ？あ、違う。それはありがたい。これ泊まり木みたいにしてわし泊まってたらいいわけよ。泊まり木から泊まり木がちょっと遠すぎひんかな。違う違う、あのこっからこれが出来上がるんです。多分来年になったら休憩所が立派なお城みたいなのが建てられる気。そうな、思いもよらん方が分からん。行きましょう行きましょう。はいはい。想定外の方向やったの。ちょっとね、いや、ええよええよ。ゴミあるゴミある。うん、ゴミ、ゴミ化してんねん。ゴミ化してるんですよ、ゴミ化してる。うわ、ドジャレも言うねん。え、ちょっとこれは意外やで、タックル。どうやろう。オウミにダジャレ連盟入る？あ、入れてもらえるんだったら。うん、今やったら理事になれるで。あ、理事や、すごい。わしと久保ちゃんだけやから。久保さん、ここでお別れです。このおっさんの頑張りを今日伝えるために、あのテレビ局戻らなきゃダメなんですよ。明日でええで。いっかじゃん。明日でええから、明日でええで。スタッフさんが、うん、してもっていうことで、そこのちょっとあのふわっとした髪の毛の人が悪いんか。ふわっとしたあのポンジュースさん。そう、ポンジューススタッフさんがちょっと今日どうしても伝えるっていうことなので。なるほどな。ちょっと私ここでお見送りをすることになりました。わかった。ちょっとわしも後ろ髪引かれるけど、引かれる後ろ髪ないけども。あるかな。ないけども、後ろ髪引かれるけども、はい、見送ってくれるか。見送ります。男の背中見送ってくれるか。見送ります。羽ばたく様子を。うん、わかった、はい、どうもありがとうね。わざわざおわしに。久保ちゃんバイバーイ。行ってきます。ありがとう。男前に映しといてや。目バッチリにしといてや。かっこいい。大きに。後ろが見えた。うん、幻覚やわ。安野さん、去年も会うた覚えてる？
を聞かれることあんね。青空の下、アンギャ再会。今年はあれか、バイパス工事やからこっち通んねんな。休憩中。5月の北小松、山も琵琶湖も綺麗です。あ、向こう伊吹山まで綺麗に見えんな。今日ちょっと頑張ろうか、タックル。はい、お願いします。琵琶湖はエメラルド色でわしを誘ってるで。ああ、頑張ろうか言うたところやけど、ちょっと泳いでこようかな。水鳥の坂が騒ぐわ。この辺りも絶景ポイントの一つ。綺麗な琵琶湖を眺めながらテクテク進みます。頑張れスタッフさん。 AD 新田くん、誰も見ていない間に一人でゴミを拾っていました。よいしょ。今日は距離を頑張らなあかん日やもんな。はい、ほんまはもうピクニックでもしてウインナーでも焼きたい気分やけど、距離稼がなあかんもん。そうです。そう、今年は雨でお休みが続いた分、遅れを取り戻そうと頑張っているんですよね。どこまで行けるか、踏ん張れ、おっさん。安野おっさん、ビワイチアンギャ、次回に続きます。滋賀県、今年も安野おっさん、ビワイチアンギャを応援してくれるみんなを紹介するよ。琵琶湖の日プロジェクトと仲間たち、行ってみよう。日吉さんにお話をお伺いしました。どうも、こんにちは。今年も日吉さん来させてもらったね。皆さんありがとうございます。いや楽しみなんや。いやいや本当やね、久しぶりや。元気してた？元気してたよ。テクテク歩いてたよ。ちょっと腰痛なったりしてたけど。一緒やん。来年10周年やろ。あ、そう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 。よろしくお願いします。ありがとうございます。前祝いみたいな。私しばらくやったらちょっとあかんな、これ。いや、うちも60周年去年迎えましたね。あ、そうや、言うてはった。60周年おめでとう。おめでとうございます。100周年迎えるから、100周年目指せるから。100年企業。100年企業目指せる。素晴らしい。後ろに控える社員さんたちもみんなええ顔してあるもん。この人たちは多分見届けてくれると。私は104歳なので。大丈夫大丈夫。すごいです。人生100年時代やから。超えてるやん。いける。手挙げて。素晴らしいな、みんな。いっぱいええ人入って。そうや、助かってますね。やっぱええことしてあるから、ええ人も入ってくれんだよ。
日吉さんは今年若者や女性が働きやすい取り組みを行っていることなどが評価され、将来世代応援企業賞に選定されました。この将来世代応援企業賞は滋賀県を含む17の県が加盟する将来世代応援知事同盟が行っているもので、子育て支援などの働き方改革を実施し若い世代を応援している企業に贈られます。あの知事から表彰を受けてたやつ、そうそう、まさにこの人たちだ。将来世代を応援する企業として、まあ、ちょっと頑張ってるなということで。ちょっと頑張ってるちゃうかったよな。いや、あの知事のほら部屋で絵のもので、そうなんですよ。あとなんかほら在宅勤務とか、そうなんです、そういうのもなんか女性の働きやすさとかも。そうそう、真面目な話ね、うん、あのやっぱりインターネットの部屋って、うん、やっぱ良かったですよ、うんうん、やっぱり家でのね、うん、仕事ができるような、そういう環境ができる。なるほどな。あのさんもそのうちもネット上で動いたら楽できるかな。ネットでなんじゃ、そうそう、誰も応援してくれんかって。ちょっと女性の時聞いてみよう。女性のほらなんか産休とか産後とか在宅とかそういう制度があったらやっぱりええな、会社。やっぱりそれは、はい、あのまだまだ私はこれからなんですけど、はい、そういう先輩方がたくさんいらっしゃるのですごく心強い。すでにそういう先輩がおるってことやな。例えば制度だけあってもなかなか使いづらいとかあったらあかんけど、もうみんな使ってはると、はい、実質的にほんまに取ってへんや。そういう休みとか在宅っていうのは大事なことやわな。なかなか制度ね、さっき考えるとね、うん、難しいから、そうやな、先にちょっと挑戦するというのは。いや、素晴らしいね。頑張るよ、10周年まで。ありがとうございます。じゃあ今からコミキロ行きまーす。イエーイ。今年はコミキロヤンギャをしている安野おっさんに、広瀬さん、ブラック保育園のみんなも協力してくれました。よいしょ、開けていく。はい、じゃあ皆さん、はい、じゃあせーの、よいしょ、よいしょ、ありがとう、ゲット、拾いまーす、もう一回ね、じゃあ、はい、よいしょ、ポッ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 。オレンジリボン七夕フェスタ、7月6日11時より開催、ビバシティ彦根にて。総合司会は安野おっさん、彦にゃんも来るよ、アミンチュショーも同時開催、来てね。今日のエンディングはこちら。他にも忘れたら思い出そう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信、寄ってるで。ウェブアミンチュで。